江尻雄一は、日本の実業家。株式会社よきとも代表取締役、アクセラパートナーズ株式会社代表取締役、エグゼクティブコーチ。住友商事、ソニー、楽天の各社において、20年以上にわたって、中華系及びアジアにおけるビジネスに携わる。現在は、対話を通じた組織開発コンサルティングを提供する、株式会社よきとも、ベンチャー企業や、 経営人材の育成を支援するアクセラパートナーズの経営を中心にコーチング、リーダーシップの視点から各種の活動に従事、東京都大田区出身、筑波大学附属中学校、高等学校、慶応義塾大学理工学部を卒業、住友商事株式会社、ソニー株式会社、楽天株式会社を経て現職、住友商事では自動車部にて、 欧米向け自動車 OEM 部品及び製造設備の輸出を担当した後、上海住友商事にて自動車化を立ち上げ、その後は日産ディーゼル工業株式会社との東風技者有限講師との合弁企業である東風、日産ディーゼルの設立、運営に財務部長兼販売部長として携わる。1998年に移籍したソニーでは、当初同社の地域事業戦略部にて、 グループ全体の中国事業戦略を担当。その後 ISP 事業主会社のソネット台湾の立ち上げに COO として参加し、2年間強で約33万人のブロードバンド会員を要する事業となる。2005年にはソニーコンピュータエンタテインメントの中国事業戦略を任されるもグループ全体の方針転換から同事業の整理業務を担当することに、 さらに、ス・ホンコンでは、ゼネラルマネージャーとして、アジア全域でのセールス並びにマーケティングを統括し、同地域でのプレイステーション3発売などに携わる。2007年に当時台湾市場への進出を、計画していた楽天に移り、子会社の台湾楽天市場 CEO に就任。また2010年には、楽天株式会社の執行役員に任命され、 同社とバイドが出資する中国の合弁事業、学国店の CEO も兼務。その後、シンガポールを拠点とする楽天アジアでは、COO として、台湾、シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシアの各地域での事業戦略立案並びに運営を指揮。また台湾では、約12年ぶりとなる、クレジットカード新規事業者ライセンスの取得を通じて、 同社のカード事業参入を実現させたことに関し、同社社長の三木谷博史より、江尻雄一の執念でしょうかとの評価を得る。2016年3月に楽天を退社し、約1年ほど父親の介護に従事。その後、第二の社会人生活を開始し、その皮切りとして、人の成長とベンチャーの育成支援を主眼とする、アクセラパートナーズ株式会社及び、 日本と台湾とのビジネス交流促進を目的とした日体通りコンサルティング株式会社を設立。また社会企業大学理事として社会企業家の育成にも携わる。2019年より学術的な視点から人間の本質を研究するためにカリフォルニアインスティチュート・オブ・インテグラル・スタディーズにて哲学、宇宙論、意識を学び、2021年に修士号を獲得。 これら過去の実業経験と人間に関する学びを統合し、対話を通じてより面白い社会を作るために2021年2月に株式会社よきともを創業。趣味のバイクでは台湾の来航隊に参加し、外国人初の隊長に選ばれる。ありがとうございます。